日本語 now 11の4の4、4実演練習。Saying what would have happened. When Yoshida san, a co worker, comments that she's glad something happened, reply that it could have been a big problem if it hadn't h a p p e n e d 例 e 山田さんが来てよかったですね。えー、来ていなかったら、大変なことになってたかもしれませんね。例 e 諦めなくてよかったですね。A どこ諦めていたら、大変なことになってたかもしれませんね。三。晴れてよかったですね。A 晴れていなかったら、大変なことになってたかもしれませんね。四。鈴木さんに変わってよかったですね。A 変わっていなかったら、 大変なことになってたかもしれませんね。五。ヤギ部長に相談してよかったですね A。相談していなかったら大変なことになってたかもしれませんね。六。調べといてよかったですね A。調べておかなかったら大変なことになってたかもしれませんね。七。 早く終わって良かったですね。A、終わっていなかったら大変なことになってたかもしれませんね。8、片付けておいて良かったですね。A、片付けておかなかったら大変なことになってたかもしれませんね。9、寝すぎなくて良かったですね。 A 寝すぎていたら大変なことになっていたかもしれませんね十もう一つ頼んどいてよかったですね A 頼んでおかなかったら大変なことになってたかもしれませんね